をですね、今みたいにというかしっかりとですねシュートで終わりたいですね、はい、で守備はですねしっかりと組織した中で守備をして始めたいんですよね、安西へ切れ込んで伊藤翔へシュート、今日2点目、見事なゴールが生まれました。2対0とアウェイの鹿島が2点リード。前半の23分です。日本代表の安西の切れ込みからの見事なアシスト。いやー安西も見事ですけど、これ長いボール1本入ってですね、はい、ここ簡単にちょっと入れ違ってしまったんですよね。ここで2対1作られましたから、3センターの1人が引っ張り出されてしまってですね、やっぱり中央にスペースを与えてしまったんですね。まずはこれ人数かけて守ってますけど、1対1のところしっかりとですね戦えないと、やっぱりそこからほころびが出ますからね。そういう相手の隙は逃してくれないチームですからね鹿島はね。それにしても安西の仕掛け、推進力、そして伊藤翔の決定力、見事ですね。これはねキーパーはなかなか見れるような状況じゃなかったですけど、飛んだコースが良かったですね、キーパーの股の間でしたからね。